スの角度は30度。どうも、ゆきりぬです。今日はですね、この間久々に GU に行ったんですけど、そしたらね、もう春服が売ってたんですよ。早くない？もう春服と思ってね、すごい焦ったんだけど、可愛い服をたくさん売ってたので買ってしまいました。マネーが飛んでいく。まあ、今日はですね、 GU で大量購入してきた春服をたくさん紹介していきたいと思います。それではレッツラゴー。はい、ということでこちらでございます。じゃ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 ん。で、今回ですね、1万円分買おうと思ったんですよ。なんですけど、今日買いすぎちゃったんだね。そんな感じで、まあ、1万3000ちょいぐらいでしたね、お会計は。まあ、でも自社購入したら1万円だから、ってことにしとこう。はい、そんな感じで、では早速紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらでございます。じゃじゃーん。紺色のベスト購入してきました。まあ、これはね、今の時期でも着れるし、春先も良さそうだなと思ったので購入しました。こちらですね、1490円でございます。で、それからですね、こちらもちょっとね、色が一緒なんですけど、紺色のマウンテンパーカーを買いました。これね、個人的に今回の春服の中で一番お気に入りアイテムです。なんでかというと、なんかね、ボタンのデザインとか、ここのフードの紐のデザインがすごいね、高級感があるというか、あんまり安っぽく見えないんですよ。で、こちらもですね、お値段めちゃくちゃ安いんですよ。これがなんと2990円です。いや、このデザインで2990円はね、すごい安いと思う。で、それからお次はですね、こちらでございます。じゃじゃーん。白いパンツを買いました。これはね、もともと買う予定はなかったんですよ。全然買う予定じゃなかったんだけど、 GU のネットのね、購入品ランキングを見たら結構上位になりまして、このパンツがですね、何がそんないいんだろうと思って、ちょっと試着してみたんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ形が良かった。で、後ろはですね、こんな感じでゴムが入ってるんですよ。なのでハイウエストでこうピシッとね、履けるようなデザインになってます。これ生地が薄いので、裏地がね、ちゃんとついてます。こんな感じで膝とね、透けないようになってますね。で、お値段はですね、こちら1990円でございました。で、それからお次はですね、じゃじゃん、こちらでございます。レギンスパンツですね。ここにスリットが入ってるタイプのレギンスパンツでございます。ウェアとかのアプリってすごい人気で、なんかみんな履いてたの。ちょっとおしゃれっぽく見えるじゃん、これ履いたらと思って買いました。で、こちらですね、お値段1490円でございました。まだあるんですよ。かぶっててごめんって感じなんですけど、どうしても欲しくて買っちゃいました。じゃじゃーん。なんとマウンテンパーカー2つ目。こんな感じでピンク色の派手な感じのスポーティーな柄のマウンテンパーカーを買っちゃいました。可愛かったんですよね。可愛いでしょ。これ私服で着なくてもダンスの時に着ればいいかなと思って、まあ、自分は甘やかしたよね。これでダンスしても可愛いでしょ。いいと思ってよ。いいんだよ。いいの。マネキンが着てるとさ、すごいよく見えない。あ、なんか良さそう。こんな感じです。で、こちらですね、お値段が2990円でございました。最後ですね、最後こちらです。じゃじゃーん。サコッシュ、これメンズものらしいんですけど、なんか女性の方にも置いてあって、ちょっと可愛かったので買いました。サコッシュ私すごい欲しかったんですよ。持ってなくて、旅行とか行く時にね、こうリュックとか背負ったりとかするんですけど、リュックのものって取り出しに辛いじゃないですか。でお財布とか携帯とか、そういうものとかをね、こういうちっちゃいのに入れたいなと思ったので買ってみました。これね、結構カラーバリエーションもあって、なんか迷彩柄とか汚れにくい黒とかもね、ありました。で、こちらもですね、お値段1490円で、なんかどっかとコラボなのかな、なんかよくわかんないマークがついてます。うん、わかりません。なんでね、これを使ってちょっとコーディネートしていきたいと思います。マウンテンパーカーとレギンスを履いてみました。マウンテンパーカーはM サイズを買ったんですけど、ジャストサイズだと私は大人っぽい感じになるかなと思います。レギンスパンツはこんな感じで、ここにスリットが入ってます。横で見ると結構さりげないおしゃれかなと思います。あ
とは結構今年流行ってるんですけど、こういう感じのワッフル生地のワンピースとか合わせると今っぽいカジュアルさが出ていいかなと思います。次はですね、こちらの紺色のセーターに白いパンツを合わせてみましたなんですけど、ちょうどねネットでこの白い感じのページを見てたらこのセーター着てたんですよ。だからあ、これのコーデ真似ればいいじゃんと思って同じコーデにしてみたはずなんですけど、なんか違うんだよね。やっぱなんだろう、マネキンだからなのか、マネキンだからなのか、まあ似たようなね近いコーデ知らずなんですけど、全然かっこよくないんだけど、なんで。でこれがですね、私が一目惚れして買ってしまったやつです。可愛いなと思って、なんか色も春っぽいし、なんかこうオーバーサイズでねちょっとダボット感が出て今っぽくていいなと思って買いました。ちなみに私はこれはですね L サイズを買いました。ちょっとダボっとねしてきたかったので L サイズです。はい、ということで GU を大量買いしていろいろコーディネートをしてみたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。っていうよりまずこの部屋どうしたって感じなんですけど、いろいろコーディネートをするのにね自分の服とかを引っ張り出してきたらすごいことになりました。後片付けめんどくさーって感じなんですけれども、まあ、気にせず今日の動画は終わりにしたいと思います。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ参考になったな、面白かったなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。